はい、えー、こんばんはー。えー、音声の方聞こえておりますでしょうかー。あゆりさん、こんばんはー。えっ、ー、と、音大丈夫ですかねああ、大丈夫そうだな。たぶんこれな。あの。<laughs> <laughs> ありがとうございます。あ花尾さん、こんばんはー。はーい。 えっと、今日はですね。はい。えっ、ー、と、あ、にじるさん、こんばんはでーす。あ、たまさーん、こんばんは、もいでーす。あ、ゆりさん、東洋高速鉄道は高い。切符代か。うん、あのー、あれですね。えっ、ー、と、加算金が入ってるから、多分東洋高速鉄道は高いですね。はい。 えーっとですね。ちょっと待ってくださいね。今日はですね。はいはい。はい。あ、ピーさんこんばんはでーす。はい。あプチ、プチアンさん、コンティニー講演ありがとうございます。こんばんはー。あ、東洋戦ナウですね。あ、お疲れ様です。はい。えー、っとですね。あ、関さんこんばんはー。 はい。でですね、今日はまああの特別支援学校のですね、えー、教室不足の問題について、えー、取り上げさせていただきたいと思います。あ、MM さん、こんばんは。あ、奇跡さん、やっぱ昨日寝てたんですね。えー、なんかどうもなんかこう途中からこうなんかいなくなっちゃったなと思ってたんですよね。あ、エリー先生、こんばんは。はい。 えっとですね、まあ、あのー、今日はですね、あのー、特別支援学校、ちょっとまあ、あんまり皆さんちょっとね、こう馴染みが、えー、ある方、ない方、いらっしゃると思うんですけれども、あ、オリエルさん、こんばんは。はい。うん、でですね、えっ、ー、と、本日はですね、えっ、ー、と、特別支援学校の、 えー、教室不足にしましょうかね。じゃあね。えー、教室不足と。ね。はい。はい。行きます。はい。あ、あ、中学にありました支援学校。おー、学級ね。はい。うん。前は養護学校って言ってましたね。はい。うん。まうん。 私はエリー先生のところから意識が曖昧に。あ、なるほど。<laughs> はい。あ、キリュさん、えー、こんばんは。あ、オリエルさん、こんばんはです。はい。あ、なるほど。まあ、普通のクラスよりね、そっち来たかった。あーまあね。うん。わかりますね。はい。親子丼先生、こんばんは。はい。えっ、ー、と、あのー、うん。今ね、非常にあの、まあ、花輪さんからちょっと、まあ、うん。 ちょっと今日お話しするようなね、えっ、ー、と、まあ、問題で、ちょっと、え的を得た質問がちょっと1個あったんでね、ちょっとそれをちょっとベースにお話ししていこうかなと思うんですけれども、うん、えっと、あのー、まずですね、あの、まあ、障害のある子どもたちが学ぶところというのがですね、まあ、特別支援学校。 で、えー、タマたまさんもね、えー、先ほどおっしゃってましたけど、昔は養護学校って言ってました。うん、で、えーとですね、あ、そうなんですね、たまさんね。はい。うん。で、えーとですね、まあ、あのー、これはですね、まあ、ちょっと NHK のニュースのリンクの方だけ、ちょっとすいません。月、えー、これ、ちょっと古いものです。2013年。 えー、5月30日の記事、えー、NHK の生活情報ブログというものになるんですけれども、えーと、そちらの方の記事に載せさせていただいたんですけれどね、はい、えーとまあ、あの支援学校っていうのはですね、まあ、あの普通学校と違って、一人の生徒に就く先生の数が全然違うんですね。うんで あのー、かつ、基本がその障害を持っている子、えーとまあえー、1つ以上、もしくは2つ以上、えー、持っている子どもがまあ通学できるということになってまして、一応その、まああのー、各運営はです、ねえー、都道府県になります。でまあ、政令指定都市に関しては えー、政令指定都市、それから特別区に関しては区立という形でですね、運営主体はなってます。うん、で、えー、うん。で、何が起きてるかっていうと、えー、今ですね、まあちょっとその、支援学校にですね、通う子どもたちがですね、えー、まあ、ここ、もう5、6年以上前からの話なんですけども、 ボン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 と増えてきまして、もともとですねあの、特別支援学校ってそんなに大きな設備を一つ一つのところに持っていないんですね。うん、であの、特にその店員が、えー、とこの記事の時はですね、爆発してたのが、店 <laughs> 員が爆発しちゃってたのが後頭部っていうものなんですよ。要するにあの、えー、支援学校の中でいう高校ですね。 うん、で、えー、と今はですね、ちょっとまあこの記事からちょっともう一歩ですね、えー、と実は踏み込まれ、踏み込むというか、ちょっとまた状況が一転してきていて、えー、といわゆるまあ小中、小中の学問部分ですよね、うん、その部分の、えー、生徒がですね、えー、教室が足りないという状況が起きてきております。うん でまあ、その背景にはですね、あのー、まあ、えっ、ー、と、まあ、この記事にも書かれている内容と重複はするんですけれども、近年ですね、まあ、あのー、まあ、その発達障害、ちょっとね、あのー、つい先日の私、あの、キャストをお話ししていて、あの発達障害のお話が出たんでね、あのー、まあ、ちょっとこれ、 ちょっと取り上げてみようかなってちょっとふっとその時に思ってたんですよ。で、あのー、やはり発達障害の子どもたちもやはりまあ、当然ね支援学校に行った方があのー、そういうね個性をぐっと伸ばした形のまあね、えー、仕事につけますから、でかつねその非常に。うん まあ、寛容なんですよねあの受け入れが非常にこう良いのでまあ例えば変な話、うん、あいつはバカだからとか、ね、あいつはちょっと、えー、変だからとかまあそういう差別的なことを受けなくて済むわけですよ、うん、であの支援学校だとやはりそ,のそれぞれの、ね、能力をこう見極めてあの一人一人、うん、ついていきますからねあのせいぜい多くて えーとね、高校はね、うん、人の先生にですね、だいたい5人だったかな。まあ、そのぐらいなんですよ。うん。なんで、あのー、非常にですね、こう、まあ、教職員の数が必要であるというのもあるんですが、もう一つのハードルというのが、先ほど申し上げた設備が小さい。あちゃいちゃさん、こんばんはです。 でえっ、ー、ともともとだからキャパシティがね、あのー、小さかったもんですから校舎が小さいんですね。うん、あえカ、ー、カこんばんはです。はい。なのでまあそれがまあここまあいた、まあ、10年弱ぐらいの間にですねえー、あそうなんですね。奇跡さんのところの中学校の担任の先生はええー、養護学校に。 えー、気にしたとあなるほど、ね、そうでその、まあ、当時の養護学校、えー、今でいう特別支援学校の教員になるためには実はものすごい高いハードルがあるんです。うんあのー、普通の教員免許だけではあのー、特別支援学校では教員にしょ教職なれないんですね。 うん、あのー、やはりですねあの前提にしているのがそのまあねあのー、個別に合わせていくっていうところがまず一つ、まあ、それから、えー、と何かしらの基礎疾患を持った子たちがいるということも一つ、まあ、それから、えー、ベースとしてその個人個人違うまあいろいろなね病気を持っててもまあ ある子はえー、まああのー、見た目的にはね普通で運動機能とかもできるんですけれどもまあある子どもはその、えー、医療的なですね、えー、介助が必要だったりする子どもとかそういう子どもも一緒にいるわけですからやはりそういったところでですね、あのー、クラスをですね、えー、まあ大体ですね、えー、小学部中学部高等部って分けてまして。 実はこれね何があるかっていうとそうですねうんそうなんです障害の程度によってねクラス分けるんですよでえー、っとまあ高等部になるとねちょっといささかこうちょっとまああの一人の先生が対応する数は増えるんですけれどもこれ小学部とかになるとですね一、えー、人の先生で3人とかなんですようんで非常にこうやはり今タマさんおっしゃっていただいてるようでクラスが分けられてまして えーとまあ、要するに、例えばね、えー、小、亭、1年、1組とか、えー、小、高とかって分けられてるんですよ。うん、で、さらにその中に、えー、重複、うん。これ何かって言ったら、えー、基礎疾患を重複して抱えてるって意味なんですね。で、そういう風にして、非常にこう細かく分けられてるんですよ、クラスが。で、 かつ今言ったみたいな、えー、まあ小中だと一、まあ、人の生徒に対して大体一人の、ねえー、特別支援学校教員に対して大体3人ぐらいなんですよ生徒持つのが、うん、ですから一つの教室の中に例えば10人ぐらいの子どもたちがいるとしますそうするともう常時、えー、教職員が3人いるような感じなんです うん、で、えー、まあ授業やっていったりそれから行事をやっていたりするんですけれどもまあ小学校の頃はですねまあそういう感じですでまあ中学校の頃もまあそういう感じなんですけれどもやはり、えー、今後のですね自立するという、まあ、仕事就職するというところに向けてこうまあいろいろな訓練をね していく段階になるわけです。で、あのここ10年で何が変わったかっていうと、高等部に進学する人が劇的に増えたんですね。それまでは、まあ、義務教育中学校までですから、まあその中学校までを出ていれて、その後まあ、作業所であるとか、まあ、そういう障害者の労働をするようなところに行って。 こう仕事をされる方というのが非常に多かったんですね、うん、でまたそういうところもねこうあったといえばまあ、えー、と今みたいな制度はないですよその障害者雇用制度とかっていうのがあんまりね手厚くなかったんです昔ねうんなんであの正、ー、直で非常に安くこき使えてしまうちょっとまあ言葉悪いですけどまあそういう人材だったんですよ うん、ですから需要もそこそこありました。うん、で、えー、と今はそういう考えではなくてやはり後頭部に学校の中できちんと職業訓練をやってその子の適性とかを見いだしてそれからその外に送り出そうというふうにですねまあ変わってきたんですね、えー、世の中の全体がですね。はい あそうですね。うん。受賛施設とかもね。そうですね。ありますよね。うん。で、あのー、まあ、そういうふうに変わってきたもんですから、あの、高等部の、まあ、このちょうどニュースの出てた頃っていうのは、いわゆるその特別支援学校の高等部まである学校っていうのは、実は本当に少なかったんです、以前は。 うん、あのだいたいその中東部までで、高、まあ、東部からは、えーまあ、地域の比較的大きなまあ中核都市ってありますよね。うん、えっ、ー、と、そうだな。どこを例えるのが一番わかりやすいですかね、皆さんにね。 うん、まあ、例えば、えー、まあ、その、横浜とかねあ、川崎とかちょっと政令してる都市になっちゃって、ちょっと、まあ、規模大きいんで、ちょっとあんまりちょっと比較の対象にならないですけども、えっ、ー、と、ちょっと仮の話をします。うん。あ、そうなんですね。あの、奇跡さんの家の近くに、ことまでだる洋語学校あるんですね。はい。うん、今ね、それを進めてます。うん。 段段階階としてては進めてる段階で,すで、すであのー、そうですね、青森市ね、高等部までありましたよね。うん。で、今、どういうことが起きているかというと、えっ、ー、と、前は高等部が膨らんできたから、じゃあ、えー、小学部、中学部の教室をちょっと減らそうとなってたわけですよ。あっ、ミリさん、こんばんは。はい。うん ところが今、小学部、中学部の子どもたちも同じように増えてきたので、じゃあ後頭部の校舎を別のところに作ろうってなったときに、ここでまた問題が発生するんですね。えーえー、地域住民の反対という問題が起きるんです。はいうーん で、えー、比較的ですね、あのー、現況を考えますと、そのあんまりあの新設のところ以外はね、そこまでね、あのーえーまあ、田舎の方にはなかったんですけども、奇跡さん、それはね、あれです、東京都の,、ね、東京都の中に、えー、港区青山というところがあるんですけれども、 そこにですね、えー、児童相談所を作ったときにですね、非常に大きな、そう、反、あの反対が起きたんですね。はい。で、それは何でかっていうと、えー、青山のブランドイメージに合わないっていう反対だったんですね。うん。で、あ、かっかね、そうなんです。まあ、反対するのは、まあ、アホで身勝手な高齢者って,言っ,て、まあ、言っちゃえばそうなんですけども、うーん、ね、チャージャさんね。 はいうん、そういうのがあって、あのー、非常にですね校舎をまあね、えー、広げるっていうこと自体がまず困難になってくると当然他の場所を探します。で他の場所を探してじゃあ校舎を作ろうってなった時に当然やっぱつこうねあの人口密集地を離れてしまうんですよ。ところが今。 あのー、人口密集地を離れたところでも、これまた人口密集地が結構存在しちゃうんですよね。駅からバスで30分とか、駅からバスで1時間とか、そういうところにこう、ちょっと昔だったらちょっとこうね、のどかだったようなところが、今は結構その、まあ、家が建ってたりとか、まあ、するもんですから、なかなかこうね、えー、移転用地が確保できなくてというのはあるんですよね。はい 各家、えー、の無駄なブランド、そうですね、思向っていうのありますよね。うん、騒いでる連中、そう,そうそうそう、不動産会社っていうのもありますよね。まあ、あの価格のことばっかりにしてますからね。えー、まあ、都市部なんて、うん、まあ、うんまあ、子育てに向いてないとは言わないですけどね。確かにあの東京都はあれですよ。あの子育てしにくいんで、出生率は低いんですよ。 うん、出生率低いんです、東京都って。東京都の周りが異常に高いんです。はい。<laughs> うん、奇跡さんね、それに関して親と話したけど、青山だからって子育て悩んでる親がいないとは限らないし、理想は、うん、子供だけじゃなくて、親のために回るのにねって、いや、全くその通りです。はい。全くその通りです。はい。渡部さんね、うん、こんばんとりーん、こんばんとりーんですね。はい、こんばんは。 チャージャーさん、本当の住民はごく少数,少数でしたよ。うん。青山はそうですよ。<laughs> 青山に昔から住んでる人って全然違いますよ。品とか。うん。えー、そうですね。あのー、出生率、うん、出生率。はい。<laughs> うん、あ、チャージャーさん、千葉はもちろん詳しいですよ。はい。うん。あのー、まあ、千葉で言うと、あの、 人口大爆発しているところがたくさんあるんですよ。あの先ほどゆりさんがあのー、おっしゃってた東洋高速鉄道、うん、まあそれからえっ、ー、とね、えー、もう一つあるんですよ、えー。北総開発鉄道というところ。 これ、成田空港かわせなんですけどね。うん。あ、木関さんね。だから反対するなら、実装に関してちゃんと調べて反対しないよって、当思いますよね。うん。そう。あとね、そう、幕張ベッドタウン、これ、京葉線ですよね。はい。うん。そうそうそう。うん。うん。買ってくるぞーと。うん、そうですね。特売品ね。<laughs> うん。 そう東洋高速鉄道と北総開発鉄道というのはですね、あ今、形成入りましたか。あはい。あのー、どういう会社かっていうと、えっ、ー、と、千葉県がお金を3分の1出してます。それから、周辺の鉄道会社がお金を3分の1出してます、えー。通過する自治体がお金を3分の1出してます。それによって経営されてます。ですから、経営するための、作るためのお金、全部借金です。 うん、返済しなきゃいけないんですね、あの建設会社に。うん、ですから、それを、えーとまあ、返すために、通常の運賃の上に、加算運賃というのを載せて良いことになっているんですね、新しい鉄道線を作るというなんですね。だから結果としてですね、まあ、あの1区間280円ですとか、えー、場所によっては360円だとか、そんなことが起きちゃうんですよね。はい、神経性安いいじゃないですか チャージャーさん、はい。神経性は安いですけども、あそこはもともと軍事演習戦ですから、カーブだらけですよね。はい。うん。渡辺さんね、そうですね。どこかで逆走あったんですっけ今日あ、そうなんですか。ちょっと、私でもちょっと存じてないですけど。うん。あ、横浜で。あ、なるほど。横浜で形成。あ、京急ですね。はいはいはい。うん。えっ、ー、と、横浜のゆりかもめですね。 あそうですね。千葉モノレールも高いですね。そうなんですよ。あの新たに鉄道を作ろうとしようとすると、そのですね、あの設備返済負担、加算金というのが加算できます。で、これは大体おおむね1キロ10円なんですけれども、加算していいのはですね。うんあモノレール乗ってみたいですか。<laughs> あんまり、あんまり面白いもんじゃないですけどね。<laughs> うんうん うん、あシーサイドラインで逆走あったんですか。あまあ、新都市交通ですからね。あれね。要はタイヤのくっついてる電車みたいなもんですからね。あらららら,ら。らそうなんですね。はいあびっくりですね。シーサイドラインで。あ,あれですよね。八景から、えー、と杉田まで新杉田まで行ってるやつですよね。はい うん、シーサイドは自動運転ですね。はい。あ、七橋先生、こんばんは。そうですね。えー、優生保護法の話ありますよね。昔は村八部で文化でね、えー、そうでね、えー、精神病の運った場合は、蔵に押し込めて、家を隔てるなどと隔離されてましたね。うん。そう。いまだにね、特別支援学校は、本当に、あの、そうなんです。人目につかないところというか、七橋先生、そういうところしか、あの、建設できないんですよ。 いろいろこうやってっても、もう今結構各地、県県ままああれ県、まあ、基本的にあの都道府県立なので、もう結構なお金を積んで買収するみたいですよ。はい。ああ、なるほど。あー来てテたね、2回だけ乗ったんですね。ユーレールと東京行った時と。ああ、なるほど。 ユーレールはね、ちょっと変わってますからね。短いですしね。うん、ちょっと可愛らしいモノレールで。ああ東京モノレールはー、今すっ飛ばしてますね。はい。ーはいうん、シーソードライン無人ですよ。はいうん、あ、ユーレールユーレールいいですよね。あれね。うん、でも今度でもあれですよ。ユーレールはちょっと3両になりますけどね、えーあのー。輸送力増強でね。あとスイカも使えるようになったりとかね。 うん、まあ、そうですね。当分ね。うん。有人運転ですね。ちょっとね。あのー、シーサイドはね。うん。ゆりかめは、あれはですね。ななち先生ね <laughs>。あれはその加算運賃の上に、もう一個乗っかってるんですよ。だから高いんです。はい。うん。えっ、ー、とですね。あれはですね。うーん。 特定都市計画、えーえー、なんとか交通加算金というのが乗っかってます、一緒に。うん。そうですね。金沢八景駅がね、うん、延伸して京急とつながりましたよね。うん。あれ、なんであそこつないでなかったのかって、謎でしょうがなかったですけどね。はい。まあ、ちょっと半分ぐらい、ちょっとそんな話をしちゃいましたけども。まあ、とりあえず、あのー、駅から本当不便なところにあることは確かです。 ですから、絶対に送迎バスっていうのが、もう必ず必要になってきます。あと、その、どうしても広いエリアから生徒を迎えに行かなければいけないんです。やはりそういう病気を抱えている、まあね、お子さんとかもいらっしゃいますし、やはりあの自閉症の方とかもいらっしゃいますんでね。うん。やはりバスで迎えに行くのは基本にしてます。スクールバスですね。はい。うーん。 そうですまあそのあまりにそのねあのー、重複でまあ、症状が重い方っていうのはまあねあのー、マイカーで送るって形にはなりますけどもあのー、学校にマイカーでねみんな来ちゃうとやっぱりちょっとそれはそれでまた大変なんでねはい。うん あそうなんですね。甲府の支援学校ですね。近くバス通るんですね。はい。あ、カリタスね。はい。うん。うん。まあ、そうですね。うん。そうです。あのー、支援学校のスクールバスはですね、あれ一応まあ、競争入札なんですけど、毎年一応変わることになってます。うん。そうですね。うん。あ、ね。<laughs> そうそうそう。あ、ありますね。うん。草津伊香保線はね、うん、新幹線で潰されたね、優宿事態ありますよね。うん。船橋とかも、どこでも撮ってると思いますけども、今はあれじゃないですかね。えっ、ー、と、関東地方はほとんどが、えっ、ー、と、共同バスさんと、えー、京成エンタープライズさん、あ、あと、じゃない、えっ、ー、と、平成、平成エンタープライズさん。 うん、あと、それから、もう一社どこだったかな。だいたい三社で入ってますね。ほとんど支援学校のバスって。うーん。あの、まあ、ノウハウを持ってらっしゃるんでね。やはり、あの、非常に、あの、さすがだなとは思います。うーん。まあ、企業バスもやってますけどね。うーん。そう。まあ、ちょっと、立ち域はちょっと私ね、あの、その辺、承知していないんですが、はい。 そうです、あのー。日本交通もやってますね。はい。日本交通も住宅してます。はい。あのー、ちょっとやはりですね、いろいろなこう特殊な事情があるんですね。あのー、支援学校の送迎バスは、添乗員さん必ず1人以上乗らないといけないんですよ。うん。あのー、要はその、運転手さんは運転に集中しなきゃいけないわけですよね。うん。で、 あのー、やはり、まあ、支援学校に通う子どもたちっていろんな子いますのでその、ね、あの時と場合によってはその、まあ、医学的に言うと身体抑制的なことをしなきゃいけないこともありますから添乗医さんは一応これあの乗車人数によるんですけどね、バスのね、うん、ただまあ一応1人以上、うん、ってなってるんですよ。うん で、やはりここもですね、えー、人に非常に人不足になってます。現況ですね。うん。あのもう後頭部になってくると完全にバス使いますからね。はい。そしてあの距離がやはり伸びてくるので、そのバス会社に払うお金というのも非常に、えー、今、圧迫されてます。はい。うん。まあ、そういう事情があって、えー、と後頭部も まあ、まず増えてきたと、うん。で、やはりですね、あのー、今ちょっとね、えっ、ー、と、奇跡さんからかな、お話出た、お話出たと思うんですけど、たま、たまさんじゃなかったかな、奇跡さんだったかな。あのー、いわゆるその、普通学校の、えー、中に設置されている、えー、特別支援クラスに通わせる、 えー、まあ、えー、お父さん、お母さん方も、全国的には非常に減少傾向にあります。はい。そうですね、あの、奇跡さんね。うん、そう。で、えっ、ー、と、普通学校に、えー、付属している支援学級に関しては、これ、条件があるんですね。うん、そう。あ うん、和光と所沢はね、結構ね、あの、ありますよ。青空、青空、えと青空特別支援とかね。うん、ちょっとあそこ大きいですからね。うん、そう。えっ、ー、と、何でしたっけ。あ、そう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 。支援学級にですね、その、入るのには、ちょっとい,いささかね、あの、本当の意味でその、障害がある。まあ、だからその、身体的な部分ですよね。 例えばその自立で排、えーまあえー、尿排便ができるとかいろいろこう条件がつくんですよ。うん、でそうすると,、えー、と普通学校の保健室にはあのー、養護教が1名しかいませんから、あのー、そこまで見れないんですね。そ、は、そ、い、そうそうそう,そう、うん そうですね、最初からね、適任の先生がいる支援学校の方が手厚いですからね、まあ、それはそうです。あと、看護師さんのですね、配置人数が決まってますからね、支援学校は、あの生徒何人に対してっていうね。はいうん、で、あ、渡部さん、私の時はですね、はい、うん、ここは、あ、順、順校生、あ、そうですね、ありましたね。はい。七井先生、そうです、要自立支援。 要障害者手帳。そうなんです。それがないと、えー、支援学校には通うことができません。うん。原則ね。うん。ただ、あのー、今ですね、やはりあのー、まあ、その、えー、支援学校に、まあ、通うための、えー、認定をするのが、ま、児童相談所になるんですけれども、実際のところはね。で、発行するのは都道府県なんですね。うん。ですね。はい。 あそうですねあのうん一般校の支援学級だとでねまあ小中学校だとねまあ発達障害の子どもたちだったらまあそのほらねあの自分でおしっことかねトイレとか行けるとか行けないとかね、えー、そういうのはない子が多いですからそ,そこじゃないですからね、うん、多いとは思うんですけれどもそう塙さんおっしゃる通りで障害で帳もらうのって結構大変なんですよ。 うん、そこのハードルが結構高めなんですね。うん。まあ、そういうのがありまして。うん。そうですね。うん。そうですね。うん、タマさんはね、以前支援学校に勤務してましたが、看護師7人体制でしたということですよね。うん、そうなんですあの。支援学校はですね、特徴としてですね、看護師さんがいるんです。うん。あのー、それが特徴的です。 はい。で、まあ、人数にもいりますよ。その、生徒の人数にもいりますけども、看護師さんが、まあ、えー、定数います。はい。うん。緑の手帳。あ緑の手帳もでもあれですからね。うん。まあ、障害の手帳には変わりないですからね。うん。そうそうそう。 あの一緒ですよ。うん。そこまででもないってことはないですよね。うん。あの障害の等級ってあの、その時その時で、こう、まあね、その児童相談所の,その、まあ、判定する職員と、それからその後に、えー、まああれですよね、意見、まあなんていうのかな、そ,のまあ、それを確認する医者ですよね。うん で、こう、ランク付けしますから、至ってですね、あのー、事務的な部分はあるんですよ。うん。あ、いわき市は、えー、死体不自由児と支援学校と、発達障害支援学校と2校あります。うん。あのね、そう、それがね、できるとすごくいいんですよね。 うん、ただ、えっ、ー、と、全国的に見た場合、えっ、ー、とね、もうせいぜい一つの、えー、まあそうだな、一つの市町村としましょう。一つの市町村に一個、それも、えっ、ー、と、いわゆる中核都市って言われる都市。ですから人口ベースで言うと、えぇ、ー、20万人以上の町、市。 うん万二十の死ですね。うん。まあそこにね、一個作るのがやっとですね。うん。二つ作るとなったら、もうなかなかもう大騒ぎになってる状態ですね。うんまあ、さっきちょっと名前が出てきた所沢とかね、あの辺はちょっとね、あのー、えー、よくできてます、仕組みとしては。はい。うん そうですね。まあ、2011年から財政潤ってますね。確かにね。うーん。そうです。いろいろ出てきても不思議ではないんですよね。本当に。うーん。そう、手帳もらうのにね、書類作成、本当なんですよ。あの、大体1ヶ月以上かかりますよね。うーん。そうなんですよね。それはね、数が多すぎるからなんですよ。 え別にあのサボってるわけじゃないんですよね。うん。あ、そうなんですね。なるほど、普通校になんとか通ってたと。うん。あ、そうですね。広いですよ。支援学校のエレベーターは。 うんあとね、支援学校はね、なるべく高層にしないように考えられて作ってます。ただ、今はちょっとそうはいかないので、あのーまあ、上の方の階に対するですね、えー、とちょっとガラスであるとか構造を工夫して、高、え、層、ー、になっているところもあります、うんあのー。やはり転落の事故とかでそういうものを防ぐためにですね、えー、支援学校はなるべく高層にしないっていう方針はあるそうです。はい うん、そうですね中核都市っていうのはですねまあ人口ベースですねでえっ、ー、とおおむねですね20万人とか30万人っていうのが人口のベースになってきますはいだからそのだいたい人口20万から30万のところに一つ支援学校っていう考え方が かかりやすすいですかね、うん、ただそうするとあの今までのペースで作ってきてますから当然、あのー、人数爆発してくるんですよ。うん、で、えーっとまあ、これねあのこの間児童相談所の,その担当の枠の時にもちょっとお話ししましたけれども、あのー、児童相談所ってものすごくこう区分が荒いんですね。はい あそうです、そうです。30でしたっけ ?20 でしたっけ保健所。そうです、そうです、そうです。保健所指定士です。そうですね。はい。保健所指定士は20ですね。そうです。はい。うん、20で保健所指定士ですね。はい。うん まあ、親は一般生活にね、なじませようとしてね、通常の小安に入れたがりますが、本人からすればね、ついていけず迫害される。うん、そうそうそう、迫害されると差別されたとき、親が出てきて、ね、そうなんですよ、教師や学校にクレームではどうするか、やはり現実見てもらうしかなくて特別支援学校ってなるんですよね。うん、でも私はその方が幸せだと思います。はい。うん、そうそう。 そうなんです。構想でもね、基本的にはね、屋上はそうです、あの立ち入り禁止か特殊鍵ですね、うん、2階上はね、そうそう格子とかも転落のもうね、ネットとかすごいですよ。うん、あのちょ,ちょっと普通の、普通が普通校の階段とはちょっと考えられない設備を作ってます。あの全部こう強化ガラス張りとかね、あのもう体当たりしても割れないような。 してあったりとか。はい。うん。うん、保健所とですね、保健所とですね、まあ似たり寄ったりの、の、その基準ですね。うん。あの数ですよ。人口の数ですよ。うん。 そうですね、うん。保健所指定都市じゃないところはね、あのそうです。都道府県立のね、えー、保健所が立ってますね。そうですね。まあ、保健所もね、あのー、いろいろありますからね。<laughs> あのー、保健所保健所って言いますけども、いろいろこう、実は細かく分かれてますからね。あのー、畜産保健所とか、まあ、通常の保健所ね。ね、うん、要するるに、あのー、いわゆる 日常で皆さんが考えるような保健所業務をしていない保健所っていうのもありますからね。うん、そうなんです。はい。まあ、そういうのもありまして、非常に今ですね、あのー、特別支援学校は、えー、教室不足になっております。どんなことをしているかっていうお話をしますと、えー、会議室を埋めて教室にします。えー、それからですね、 図書室を半分にして教室以1個作ったり、えー、それからですね、あとはね、何やってたかな。あ、本来道合置き場だったようなところをですね、きちんとこう整備して、はい、うーん、あの、教室にしたり、会議室も、会議室さんも当たり前のように変わってますね、うーん。 そうですね難病がね、あの最近、精霊誌にね、異常されて楽になりましたし、その、療育手帳のね、申請もね、昔はあれだったんですよ。あのー、都道府県がやってたんですね。あのーまあ障害、子供に子供の障害者手帳的なものですよね。うん、で、えっ、ー、とー、まあ、今は県から、各市町村にね、それも異常されたので。うん あのー、だいぶ発行は楽になってきましたよ最近はうん前はわざわざ県に書類送ってってやってましたからねはい、うんうんうん、そうなんですだからあのー、うんまあなぜなぜっていう部分はあるんですけども今はもう まあ大変ですよね。あのー、教室を作るのに。で、えっ、ー、とね、ここでちょっと皆さん考えてほしいんですけど、先ほど私、あの、教職員が、教職員の免許を持ってるだけじゃなれないっていうお話、あ、そうですね。うん、そうなんですよね。都道府県に書類が回るだけで余計な時間かかったときにもなりますからね。本当ですよね。実際に今はもう申請して、市役所であるとか、区役所で申請して、もうその場から、 もう事実,事実上、もう有効になりますんでね。うん。あの、えー、新規でなければ。うん。そうです。あのー、新規でなければ、継続であれば、もう事実上、問題はないんで、更新済みって形になるんで。はい。うん。新規はちょっとやっぱ時間かかってますかね。はい。うーんで、えー、っと、うん 何だっけんんんん俺何をしたんだっけ,だっけあえっ、ー、と、異常された、えー、時間かかったりですね。書類がですね。はい。うん。おっと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 。あー、そうそうそう。で隣のクラスの声がね、聞こえてくるのはね、無理ゲー。うーん。あ、教職員ですね。あ、奇跡さん、ありがとうございます。そう。教職員も、実はそんな簡単にこれ増やせないんですよ。うん。で、 えとそのために、えーと、若干法律を変えたところがあります。なので、も、えーえー、ともとの基準に比べたら、あのー、その特別支援学校の教員にはなりやすくなりました。が、がです。えー、と本来、もともと特別支援学校の教員になるためには、えー、教,教職員として、えー、一般学校に10年以上勤務した 後に、えー、試験を受けて、えー、合格したものが、えー、特別支援学校の教職員になれるという基準だったんですね。うん、で、今は別科の,の専用コースを、えー、取ることで、えー、一応なることはできます。だから若い先生も随分増えました。はい、ただ、やはり同じように、えー、と一般校での えー、ある程度のこう蓄積がないとダメなんですね。えー、特別支援学校の、えー、教員になるためには。はい、だそこは変わってないんです。年数が変わっただけなんで。えーうん、あ非常にですね、えー、まず教員がなるために高いハードルがあるというのがありますね。うん、あとその看護師さんを えー、確保していかなきゃいけないこと。うん。看護師さんを確保すると、これ、病院も困ってますからね。ええー、そう。ね。サマさんね、若い先生かなり増えましたね。本当ね。その、制度改正してからね。うん。かなり増えました。もう以前は、もう本当にもう、ああ、もうすぐ定年退職だなって先生ばっかりでしたからね。はい。あ、そうですね。まあ、関さんの頃になると、もう完全にもうそのぐらいの年齢であれば、 うん、あのー、まああのー、いわゆるですね、まあ、特別支援学校のね、えー、教員になることできるんですけどものすごく実はあれですよ、あのー、ハードル高いですよ支援学校の教員ってうんまあ実際見てると大変ですよまめなこともね一人一人連絡帳をねもうばあって書いたりとかもうほんと細かいですうん。 あの普通の一般学校では考えられないようなもう細かいことをね毎日日々日々日々やってますね。はいうん、まあね、うん、あのだまあ高校に関してはやはりそういう発達障害がある子が、えー、一般高校に行っても結果として、えー、中退してしまうという事態が実はすごく多いんですね。 うん、なので、やはりそれであれば、えー、特別支援学校に行って、きちんと、ね、その自分の個性をね、伸ばせる。うん、そうそう、うん。奈良先生、おっしゃる通り、ね、えー、昔はね、10年後にテスト、うん。今はね、教職員免許プラス、経歴プラス、心理教育プラス。そうです、そうです、そうです。うん、えっ、ー、とね、えっ、ー、とー、 もうそうです、ね、心理、心理師のね、免許があれば、そうなんです。なおかなんですよね。うずん。ぶんかまされましたよ。うん。はい。そう。そうですね。卒業で、うん、できた人もいると思う。そうですよ。うん。まあね、あのー、学校の在り方っていうのは、ちょっとぶん考えらさせられるところあると思うんですけど、 あのまあ、それはまたちょっと別枠でいきましょう。普通校の問題点っていうのは本当、問題点というかもういろいろありますよ。そっちはそっちでまたね、大きな問題抱えてますからね。うん、そう。心理しとるだけでもね、3年かかりますからね。まあ、結果としてやっぱりあのすぐは無理なんですよ。うん そうなんです、うん。で、普通に詰め込むこと、まあね、うん、まあ自分の子供が欠陥品だと認めたくない親が多いからね、まあそこはね、普通校に入れたがるってなありますけどね。まあ、あのー、まあうちなんかはね、もう、まあ、もう最初から、あのー普通、普通学校の支援学級は考えなかったですね。はい。うん。タマさん、はい。 えー、福島の支援学校で看護師は県の職員として雇用されず、そうです、非常勤、特別職非常勤職員です、大体そうですよ、うん、食卓ですね、はい、うん、長期休暇はそうですね、休みで結果離職率が高くなっちゃうんですよね。 うん、でその辺は結構工夫しているところもあって、えっ、ー、と、神奈川県とか東京都はですね、えー、特別職非常勤職員という形を取っていて、えー、で,もでも結局非常勤なんだよな、うん。そう。うん。まああの、待遇がね、 あ,のあんましよくないことは確かです。ただ、あの年収ベースで見るといいから来るんですけど、長続きしないっていうのはこれ確かです。これ今も変わってないです、あんまり。はいえー、という助長があります。で、えー、教室を増やそうにも新しい建物が建てられない、えー。教員を増やすのにもなかなか高いハードルがあると。 えー、そして看護師も離職率が高いと。でその中で、えー、まあまあこう,いう方こういう言い方はちょっとなんですけど、こう、だましだましやってるという、ね。まあでも、ずっといる先生はね、定着してて、こうやってますけども、うーん、あのー、本当に、ね、あのー、支援学校の教員も大変だし、 うん、あの支援学校こう,こうねこう直接お子さんと接して普段ねこう接している先生教員方じゃなくてもうその後ろで抱えている看護師さんもねこうあのー、医師法の問題があるのでもうギリギリのところで仕事しますよねうんえー、七七先生が揉むっていうとまあ全部スケメな方に考えますけどえー 強くなれ、競争社会で育ち、えー、現実を見れば上級国民がね、まあまあね、労働作者ってありますね。うん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 。あ、あ集中力とか記憶力とかでね、コンサータやストライ、うーん、ステトランる。飲めばいいですかね。<laughs> いやいやいや、<laughs> そ、そんなことをしちゃダメです。<laughs> はい。七七志先生、医師法。はい。うんそう、医師法。う だって、看護師さん、かわいそうすぎますよ。本当に。うん。そうなんですね。看護師さんは勇気なんですよ。はい。親として同じ人に見てもらいたいしね。そうですよね。本当はね。うん。うん。ギャバじゃない。うん、<laughs> 直接リタリンの方が早い。<laughs> もうええわ、その辺の話は。うん。 まああのー、そういう感じなんですよね。うんなもんですからまあなかなか高いハードルが立ちはだかっていてうんそうですね、うん。というのがね、えー、特別支援学校の現状なんです。えー、じゃあどうすればいいか。うん、こればっかりはね やっぱり、新校舎建てるしかないのと、あと、あのー、今、一般学校の方は、えー、生徒減って、統廃合が増えてます。うん。で、やはり、その幼稚の有効活用でしょうね。うん。ただ、あの、特別支援学校というのは、結構な広い敷地が必要なんですよ。うん。で、あの、さっきも、あの、お伝えした通りで、 なるべく構想を避けるので、えー、当然校舎がだだっロくなるんですね。あと、それから、あのー、基本的に給食の設備が必要になるんですよ。うん。そうなんです。それから体育館もね、まあ、そこそこ大きな体育館も必要になりますしね。うん。やってますね。廃、は、校、い、の校舎の改造のケースもね。ありますあります。うん。あのー、 やってはいるんですがね、やはり、うん、追いつかない。それから幼稚買収の問題。えー、例えば、その廃校になったところに支援学校を持ってこようとしたら反対っていう、もうそんなのとかですね。はい。うん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 あ、奇さんのとこはね、あ、自給食だったんですね。ほう、なるほど。あ、はい。稲木さんが下用事があるので落ちますということで、お疲れ様でした。はい。 まあ、もしよかったら、またね、続き録音聞いていただければありがたいです。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。で、まあね、あのー、そう、自給食ね。まあいいですよね。うーん。あったかいですもんね。給食ね。うん。私のところもそうでしたよ。うん。 まあ、いわゆるはね、自給食って何かというと、そう、あの給食センターじゃなくてあの、全部自分の学校で調理するんですね、うん。自分の学校の給食調理室があって、そこで調理された給食を、えー、食べるっていう制度をとっている市町村って、もう全国にそんなないんですよね。だいたいもうほとんどのところが給食センター化しちゃっていまして、 あのまあ、当たり前ですけどコスト安いですからその方が1か所でドーンと作ってドーンと配送した方が、うん、で一時期ガーッと減ってる感じだったんですけど最近また増えてきたっていう <laughs> なんかちょっとよく分かんない状況にはあるんですけどもただあのー、もう一時期はかなり珍しい存在になってましたねうんあのー、特に今、あのー、市町村の統廃を進んだので まあ、そういったまあ給食センターとか作った方がより効率が良いというのは確かにあるのはあるんですね。はい。で、えー、なんで支援学校に給食室、給食調理室が必要かというと、そこはご察しの通りです。えー、生徒個人個人に合った食事を作っていかなければいけないからなんですね。うん。えー、これはあのー、あれです。えー、と、介護の世界と同じです。はい。うーん。 えー、アレルギーであるとか、絶対食べてはいけないものがあるとか、それを個人個人全部チェックしていくんですね。そうですね、奇跡さんね、部員のご飯と一緒ですね。はい。うん。そういうのがあります。なので、あのー、本当今ね、支援学校教室なくては大変な状態ですよ。う <laughs> ん。本当。うーん。 そうですね中学校は、あ、勾配だったんですね。小学校は災害時の対策もあって、受講方式だったかなって、いう、うん、そう、多いですよね。中学校がね、こう、給食、あの、棒弁当で、うん、あのー、小学校は、まあ、受講式ってとこもありましたね、うん。最近そういうところがね、給食センター式に変わってきてますね。はい。うん うん、アホな精神科医がバンバン処方して中毒化し中毒して禁止に、うん、そうなんですよね、うん、そうなのほんとね向精神薬ねアホな医者がいるからバッカバカ出しちゃってねうんほんとにだってもう物流量がね うんちょっとおかしい時ありますもんね。で、ネットで売買されてただとか、おいおい大丈夫かとか思いますからね。あのこ、個人輸入じゃないですよ。国内で普通にネットでこう、<laughs> 売買してる。あの、もう、あからさまなね。うーん。ね、うん,ああキテキん。あ、奇さん。あ 自給食じゃないと災害あった時山の中だから陸のことになったみんな飢えちゃうだ。なるほどね。うん。あ、でもね、あまあそういう環境の学校は確かに自給食なんですけど、今ね、結構増えてきましたよ。都市部でも。うん。あの、自給食にする理由いろいろあるんですけどね。はい。うん。あ、バイバイすれ立ってますよね。2チャンネルでね。 うん私、あんまり2チャンネルです。まあ、あの5チャンネルですか今で言うね。あんまり、こう、うんうん、あのサイトは見たくないです。うん、嫌いです、正直言って <laughs>、うんあ。給食センターのご飯ですかうん、まあ、あのー、異常に大量に炊いてるので、えー、まずいか美味しいかって言われたら、まあ、食堂のご飯ですね。 うん。そうですね。あの、ガス釜で炊きますからね。はい。うん。嘘嘘見抜けなければ。うん、確かにね。うん。そうそうそう。2チャンネルね。うん。うん。まあ、あれですよ。あの、ガス釜ってやつですね。昔っていう。うん、まず、あ、くはないですよ。うん。ただ、あの、 学校でいわゆる自己式に比べたらやっぱ冷えてますよ。それはしょうがないですよ。だってトラックで運んでくるんですから。うん。でも冷えないようにはなってます。あの、ご飯を温めて持ってくる方式に関しては、なかなかこう進歩してるんで。うん。ただやっぱり他のいわゆるあのね、えー、まあ、おかず系とかね、汁物系は、やっぱり自己式にはかなわないですよね。うん。それはもうかなわないです。はい。うん。まあ、 そんな感じでね、えー、今日はまあその支援学校の現状ということでちょっとお話しさせていただいたんですけども、まあ、まあね、その、<laughs> うん、先日ね、やはりその殺傷事件のお話で、まあその多様性を受け入れるっていう <laughs> あ、失礼しました、うんあの。多様性を受け入れるっていうね、部分で、 えー、まあお話をさせていただいたと思うんですけども、まあその一つのこのね、受け入れインフラがね、この特別支援学校だとは思うんですけれどもね、うん、あ校庭でバーベキュー方式、まあ毎日だと飽きそうですよ、でも七七先生 <laughs>。バーベキュー生活1週間ぐらいやったけど、3日目で無理だったよ、もう。<laughs> うん、4日目で違うもの食べようって気になったもん。<laughs> うん。 そう。<laughs> うん、半合水車だね。そう。そうなんですよ。半合水車さんとね、ずっとカレーと肉食ってましたけど、<laughs> 3日くらいで無理だったな、俺。<laughs> もう無理だよっ,つって。あ、天先生、ラスカルホ。ありがとうございます。はい。ですね。まあ、うん、まあ、そういうことでね、まあ、今日はまあ、時間が、えー、まあ、もうぼちぼちになってきましたんでね。えー、まあ、 もうちょいで終わりなんですが、はい。あのー、確かにね、うんうんうん。夜勤のたびにコンビニ飯もね、飽きますよね。本当に本当に。飽きますよ、あれ。うん。まあね、あれ、まあ、うん、ちょっと贅沢いっちゃうと、あれ、ローソンだと飽きる、ローソンファミマだと飽きるけど、セブンイレブンだと何とかなるんですよね、あれね。うん。そう、キャンプやってる人だとね、一週間とか行けるかもしれないんですけどね。 そう、あのね、私、魚がね、取れないとこだとちょっと厳しいんですよね。はい。あ、七七先生、今日お疲れ様でした。なんか大変だったんですかほんま今日は疲れたっていうことでね。はい。70代で定年退職した後の人がね、いやー、自的にキャンプ生活はちょっとすごいな。はい。え、はい。まあ、そんな感じでね、そう、セビイレブンの品出し間に合ってないですよね。うん 背びれムはね、商品すごいよ。うん。あ、味濃いですかね。うん。多分ね、今のね、人たちに合わせてどんどん味濃くなってるんだと思いますよ。味音痴の人多いんすよ、今。うん、花輪さん。うん。本当に今。はい。あ、花さん、コンにィネンありがとうございます。はい。じゃあ、えー、あと残り1分切りましたんで、 えー、今日はですね、えー、これで終わりにしたいと思います。サナーさん、コンティニューコーンありがとうございます。あ、チャチャさん、お疲れ様でした。タマさん、お疲れ様でした。ね、えー、キセキさん、味の濃いの無理だけどね。うん、わかります、わかります。えーと、皆さんね、コンティニューコーンありがとうございます。横野先生。えー、グルメキきてにラスカル法。<laughs> お疲れ様でした。<laughs> はい。あー、ケーキありがとうございます。 はい。秋月さん、お疲れ様でした。天先生、お疲れ様でした。玉さん、お茶ありがとうございます。ゆりさん、お疲れ様でした。玉さん、ケーキありがとうございます。そういうこと先生、お疲れ様でした。えー、えりー先生、お疲れ様でした。えりさん、お疲れ様でした。はい。あ、渡辺さん、お疲れ様でした。お茶箱ありがとうございます。はい。じゃあ、皆さん。はい。え、あの、本当に、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。はい。 えー、途中から聞かれた方とかもしよかったら録音とか聞いただければ聞いていただければと思いますえーとキャスの他にですね、えー、YouTube のですねラスカルチャンネルの方にもアップされてますので、えー、そちらの方あの編集されてますんでね、えー、聞いていただければと思いますえー、よろしくお願いしますではおやすみなさい失礼します